さあどうなる。じゃあフリップのみね。フリップのみでテストを外に出してありますね。了解です。よし、じゃあみんな明けましておめでとうございます。じゃあ新春一発目、真の侍を決める新サム大会始めたいと思います。1回戦、ヤムチャ 1P、2P、対抗の千葉麗子。試合の準備が整ったら始めてくれ。神田フラックスの前で死んでしまったヤムチャ、今覇王丸で復活する 1P、 そして 2P へ太鼓が使うシャムチャム、チバレイコ、チバレイが強いのか、それともヤムチャが強いのか、はっきりさせてくれよ。新サム大会1試合目、盛り上げていきましょう。まあ、竜は結局あれですかね、ヨガダルシムに弱いですから、ね、ダルシム弱いですからね。チバレイコダルシムですから。さあ始まった。まずは酒を飲んで、ほらやっぱヤムチャ酒を飲んで、こう激励ですね。勝負、スライディングガードして大切り、しっかりガードしていくのは太鼓、それはくれ合いません。ガードしていく中間距離からの、スラからのスタル、お猿さん、殺人ボム使って、殺人ボムを放っていて、スラでこかしていく、出羽をくじいていく。さあ怒り爆発しているのはヤムチャ、投げた、ダッシュ投げ、ダッシュ投げ、全部デンジャラスと思い投げ、デンジャラスと思い投げですよ。デンジャラスと思い投げを出していく。さあここ達人ボム、しっかり使っていくのは千葉麗子。さあ千葉麗子、中間距離から達人ボムを打って、牽制していく。スリアップ、おっとレシーブ、レシーブ、ガードして、スラガード、大切りガード、スラガード、中切りもガード。手低くて中切り当たってね。当たない、おっと裏回って、スライディング。達人ボムで削って、達人ボムで削って、ダッシュ、デンジャーと思え。投げ、ヤムチャ、ここはローが風風剣をしっかりと出していく。そう、ブレイクスパイラル。ブレイクスパイラル、しっかり決まって。達人ボム重ねて削っていく、中期にすかったところにスライディング、しかしガード、ヤムチャ落ち着いてる、大スラー、小切り、中切り、しかしスラで潰される、時間でけどヤムチャどうすんの、勝負しくらって近寄ってレシーザーはブライクスパイラル、まずは対抗一本選手ポイント。いやー千葉麗子はやはり強いですね。ヨガの達人ですからね。確かにヨガの達人千葉麗子、まず一本選手乾杯と。乾杯。まだ祝いは続いてんだよと。終わりませんでした。終わりませんでした。日曜で終わったはずですよ。終わったはずですけどね。いや、今日もうギャランドゥが多いので、おっと、足までが入っていく。いや、太鼓、自分のペースにヤムチャをはめていますね。そうですね。もう付き合いませんよ。おっと、大キック当てて、レッシーザーガードされて、大切りガードされて。大切り、ブータイ、しかビヨッタヤムチャいいぞ勝てるぞ、シャガ大切りからの焦げつザンと。スーパー昇竜当てていって、ヤムチャまず一歩取り返す。いや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 、目の覚める大切り、そうですね、ぶった切りましたね、ぶった切りました。こういう事故があるから覇王丸相手は怖いですね。おっと今度は落ち着いて、スーラー怒っているのでダメージ補正がかかっているのが若干減っている感じ。確かに減った、減ったな、減った、もう半分減ってる。レシーザーガード最後にスーラーガードして大切り、しっかりガード、太鼓とダッシュ投げの、しかしダッシュ投げ決めたらヤムチャ、レッツダン重ねて中切り、体力的に同じぐらいですかね。おっとここで太鼓がリード、おけつくらって昭和市、スーラーヨガの究極奥義、ヨガに屈するのか、ヨガの究極奥義が勝ったのは大根の千葉麗子、おめでとう。運命、これも運命なのだよと。ダルシムが勝った、悟りだ、悟りを開くのだ。いやー、はいはい、強かった。したらじゃあガロボー君とみーちゃん、みーちゃんですね。さあお互い勝手だれ。ガロボーさんいます、ガロボーさん、ガロボーさんいます。本当に終わんねえ。あっと後ろにいた、みーちゃん後ろにいます。ガロボーさん、さあミスター MVS、 今年はいろんなゲームにチャレンジするよと戦いに挑んでいくガロボー 2P へ、そしてサイバーボス、鉄拳、元鉄拳勢、キャリバー勢、みーちゃんが 1P。 もともと自分は 3D 勢なんです。 3D だからといってなんで 2D に来たのか。レインボーが 2D デビュー。なるほどね、素晴らしいですね。じゃあガロボーはガイルを、今日はガイルじゃねえやシャルロット選択。おっとみーちゃんもなんと千葉麗子、千葉麗子大人気、みんな10レンジャーが好きですね。さあどうなる、足払いかな、足払いかな、ここは総裁、しかし若干減ってるのはみーちゃんの千葉麗子。さあ萌えのブーメラン放り投げて、ブーメラン当たらない、落ち着いてますねガロボー、冷静にしっかり冷静にダッシュ投げ、ダッシュ投げ、今日ついて投げていくのがガロボー、でめくり大切りかなとガード、おっとその後なかった、若干安かったか、大切り一発で済んだ。みーちゃんこれはチャンスよ、おすげえ、下でぼかして大足を
化されていく。さあ将棋でチクチクとガロボしっかり落ち着いて返していく。ああいうって言ってるの、言って大喜利使った、怒っているから投げて、しかし投げていった。この辺うまい、ガルボトライスラッシュを重ねて食らってしまった。見ちゃ大喜利、ジャンプした瞬間大喜利が待ってて中喜利。いやー今うまかったですね、置いて置いて、どうせ動くだろうと、どうせ動くだろうと、判定の強い技をしっかり置いていたミスター MVS ガルボ。侍ではどうなんだということで、まず一本選手、一般的には強キャラと呼ばれているシャドット。しかしガロボーはこのゲームをほとんどやっていない。シャドットは女キャラじゃないですからね。そうですね、男ですね。さあどうなるか、掴んで投げていった。さあみーちゃん距離取る、一気にダッシュ詰めてスライディング、しっかりガロボー、ガードが硬い。どうするか、完全にガロボーガイル的戦法、これは完全にあれですね、国に帰るんだな、国に帰るんだ的な戦法を放っていく。お前にも家族がいるだろうと、殺人棒も打って様子を見るみーちゃん。怒り爆発、あまだ爆発してるんですね、怒っただけ。どうする、スラでこかして、さあみーちゃんチャンスよ、殺人棒も重ねて近寄ってくるところ、爆線で避けて裏またね、食らってるし、すげえな。出しとくジャンプ大喜利、ガロボーしっかりその辺は攻略ができているのか。スラでこかして殺人棒も重ねてダッシュに近づく、スラしかしガードして投げられる。残り何秒か、逃げ切りたいみーちゃん、みーちゃん逃げ切りたいよ。しゃがみーちゃん足で追い返して、トライスラッシュカードして、スラを半角立って、ダッチンポもお見事、みーちゃん一歩取り返す。ヨガの究極を思いついたかと、キャラ差なんて関係ねえんだよと、私のヨガを見ましたかと。しばれこ強キャラシャルロット、まず一本接種していく、一歩取り返していく。さあブーメラン、ここは海が外れたか。うん、多分ね、ガロボーさんはバッタじゃないですね、あんまり。そうですね、冷静に冷静に。まあ、っていうとバッタになるかもしれないんで、まあ、難しいところではあるんですが。さあ、しゃがんでしゃがんで投げていく。出して投げ。よく見えてる。ガロボーさんはまだ、地面が冷えてますね。冷えてますね。おっと、大切りを重ねたところで、みーちゃん思わずガードをしてなかった。当たってしまった。さあ、しかしまだ体力差、取り返せるぞ。十分なアドバンテージ。どうする、飛脚と爆弾。肉。あ、肉か、あれ。取っちゃった。大切り食らって、相手は肉取ってる、この状況。みーちゃん、おっと、ウーションガロして、スーラでこかして、状況をまずは打破したいところ、めくりもしっかりガード、スーラもしっかり当てて、どうする、チャンプ、バタンだった、地面が熱くなってきた、急にバタンだったぞ、ガロボーのこの人気応変な立ち回り、投げて、やはりやつは格闘技の目を持たなのか、痛かった、みーちゃん、食らっちゃった、しかし、怒ってるよ、今なら武器赤い技が出せますけど、時間がね、中足下がって、中切りから投げて勝ったのはガロボー、お見事。チバレイコ散る、チバレイコ散ってしまった、残念みーちゃん、でもありがとう。したら3番目だから、田中さんの木場上源十郎と亮さんのカフインニコチンですね。はい、じゃあ田中さんと亮さんじゃんけんして席を決めてください。さあ新サム勢でしょうか、新サム勢の潰し合いが1試合目から行われるこの非常なトーナメント、9時ですからしょうがないですね。さあ浜さんのニコチンが 1P2P、多分おそらく量ですね、浜さん量ですね、量さんの多分 2P、まあ、世界で一番強い木場上源十郎です。そうですね、田中さんよろしくお願いします。田中さんの源十郎は本当かっこいいですからね、見たことないことやりますからね。そうですね、僕たちの知らないテクニックがまるで未知のテクニックを見せてくれる田中さん、毎回どうなんだ。じゃあ亮ちゃんのニコチンと新サム勢潰し合い、大切りでこかして、おっとここは火炎旋風コンでまずこかしていくニコチン、中火で挟んで1つ、ここはうまいぞ、2つ、2つ取れた、3連殺出して、誓ってフェイント気味にジャンプ台切りを放っていくのは田中の、ドンと投げていった、投げてカット、もう一丁投げていく、あなんか俺操作逆になる投げあったよ、お大切り刺さったよ、お大切り大切り大切り、ここは飛び道を重ねてしっかり、あっつここは2つ、ピッチャー入らない、破っちゃった、半角当てて両さんのニコチン、まず一本選手。さあこれが新サム勢同士の戦いでしょうか、素晴らしい潰し合い、お互い分かっているものとして戦った、キャンセルして、3連殺、2連殺止めて上り空対空で当てていって、3連殺の一発目
ひよったところに深い蹴りからの一発目だけ当てて、おっと弾いて、しかし三連打が刺さる中間蹴りから一気に持ってって、田中さんのペースで2本目、まずは田中の原重量一本取り返す、あの攻めですよ田中源十郎。3本目素晴らしい秒殺撃。さあ3本目どうなる、お互いまず距離を取って判定の強い技を越されていく、しゃみ台ラドして三連殺、ここは一発で済んだ両さん、おっと一つ一つだよと、とにかく波動 P を1か0しかねえんだよ、1か0しかねえんだよと止めていく、おっと2つ割れ入った、しかししゃがみ台入ってこかされる、大切りガードして、しかし一つ二つ、おっとあーたね、今入らなかった、空振ったんですけどね、空振った、おっと移動転がりで、ね、移動して手出しちゃって全部脚当てていく、ここはガード投げ て運がなかった、りょうくん運がなかった、さあ怒ったりょうくん、どうする飛び道具ガード、あーっとやっちゃって、昇竜使ったところに連続技が、おっと安かった、シュガーなら勝ちではございましたが、一つ人から一つ、モモリゲリは壊れてた、飛び道具踏んだ踏んだ勝ったのは両のニコチン、お見事、いやーいい勝負でしたね、今ね、素晴らしい試合でした、ありがとうございました。じゃあ、はい、アキラくんと死にかけくん、じゃあじゃんけんして、さあ死にかけ右京、あれだけ後半のサムライスピリッツでのコマンド精度が前半ではどうなのかと期待気になるところでございますが、2P 側へ、そして新学今回でも右京じゃなくて竹雄ですか、あ竹雄で出るんですか、逃げたなあいつ、逃げやがったか、さあじゃあ三歩勢ですよ、三歩勢、そうですね三歩勢ですね、三歩勢、そしてアキラくんが、何でしたっけ、半蔵ですね、半蔵ですね、忍者ですね、忍者のアキラ、対して死にかけ右京が使うチータケヨ、どっちが勝つんだ、さあまず距離取ってアキラが爆炎して追撃と前ダッシュ、前ダッシュ避けていく、爆炎流と相殺していく、ジャンプしたところに対空で何でしょうか、中切りでしょうか、大切りでしょうか、ですね、当てていくのは死にかけ右京、右京じゃねえけど、さあ三歩勢やばいぞ、接近戦中切りを重ねていくのはアキラ、垂直ジャンプ大切りで様子を見ていく、中切りかの微妙な目押し技が入っていく、結構減ったね、さあアキラくん体力に負けている状況、どうすんの、どこで打開する、転がって近寄って、特に何もなく一回バックステで様子見、飛び飛び相殺し合う、おっと当て身失敗、その手は食わんよとアキラ、そこは落ちて対処、飛び飛び投げて、さあ死にかけガイルスタイルでアキラに着実にダメージ与えていく、タイプ決めて、まず一本選手は死にかけ浮き飛ばして落とすが見事にハマりましたね、見たか俺のこの飛ばして落とすをということで、パワーウェーブ連打からの立ち切り、格闘技最強は散歩であると、まずはそれを分からせるために、歩くだけだよ、散歩こそ格闘技最強であると、死にかけ浮き、おっとジャンプ中で逃げてしっかり攻撃が出ていく、さあアキラ中途半端な距離での戦いはまずいかもしれない、中攻撃は長いから近づけない感じだね、そうね、結構これなんか相性悪い対戦に見えますけどね、具合悪い感じの、頑張れアキラ、垂直ジャンプで中ゲストを避けて、あーポーハッパー、あーそうパターちょっとゲルグこと当たんねえ、投げた安かった、爆炎は爆炎流から中切りからの昇竜拳、しかしここは怒り爆発で拒否して三角飛びも中三角飛び、外したけど裏バックル中切り水月と、これはパーフェクトな試合内容で、死にかけ完全に散歩でしたね、完全にお散歩、死にかけ右京お見事一回戦突破したら、 D3D さんの半蔵と太鼓さんの千葉玲子ですね、はい、じゃあ D3D 半蔵太鼓千葉玲子じゃんけんしすぐ決めるんで、じゃあ太鼓の千葉霊がツピエ、そして D3D 忍者半蔵、千葉霊 D シャツ、本当だ千葉霊 D シャツだ、すげえお前本当に千葉霊子好きだな、すげえ多分太鼓ヨガ多分習ってますよ、ヨガとか習ってるな、すげえ、さあ試合のところ、出し切り直して始めていきたい、T3D の半蔵 1P、2P、太鼓の千葉玲子、どうするヤムチャを破った千葉玲子、
ここは忍者タイプ。もう、ね、おもむろに踏まもんね、ブレイクスパイラル吸い込んでからの達人ボム。結構みんなガイルね。このゲームガイルだね。割と。みんな、ガイルスタイルを極めている感じ。やはり、サムライスピリッツはストリートファイターなのか。ジャンプで、クルーだね。バーベンに打っていきます。ディスクリーン。おっと、ダーベンかぶって投げた。ダッシュをうまく利用している。ああいった攻めもできるんですね。D3D、半蔵。なかなかうまいぞ。さあ、ここはケツで、ダウンをバレて、昭和しばらいからのスラー。また昭和しかされて、ケツ。アースクエイクバリですね。アースクエイクバリのケツを見せていく。チバレイコ。それはチバレイコはケツを出したら食らってしまうよと。そして投げて、ケツ見せを持ちさない。ケツ見せを持ちさない。ヨガが売れるなら。ヨガが売れるなら、私のケツぐらいどうぞと。出していくのは太鼓のチバレイコ。さあ、昭和しかされて。さあ、時間もねえし。ディズニーディー、タイムねえけど、どうすんの、近寄って、時間切れ。まずは、千葉レイ。太鼓の千葉レイコ。一方選手。すごいですよね、なんせ、千葉レイ T シャツですからね。そうですよ。今日は千葉レイ T シャツを着て、絶対の優勝を掲げているのかもしれません。さあ、ここは達人ボムをしっかり重ねて、体力をいたずらに削っていく。そらで転がして、おっと、達人ボムミスって。ミスって、ケツで近づくところを宙切りで落としていくのはディズニーで、ここは落ち着きたいところ。相手は千葉レイコだぞ。俺は忍者だぞ。自分の職業を思い出せ。じゃあ、かしくらって。職業千葉レイコ。投げていった。D3D、攻めたいところ。と、消えてる。おっと、いいぞ。減ったぞ。バゲリュー重ねて。近寄ってあげた。お見事。D3D、落ち着きを取り戻したか。そのケツには騙されんよと。一歩取り返す。女じゃねえんだよ。ケツじゃねえんだよと。チバレーじゃねえんだよと。もうお前はもう40代だろと。ここはちょっと現実を見せつけるのか。と、ラウンド1同様、ブレイクスパイラーで画面端に行くところからスタート。ダッシュ投げが非常に強いこのゲーム。さあ、ケツ。やはりチバレーコのケツにはみんな勝てないのか。ダイヤシでフェイントを重ねて、おーっと、タッチコム。読まれて前ダッシュから投げていくのは、D3D のハンド。投げ。もう一度投げ。で、消えてから、とスラバレた。スラで当たって、タッチボム。しっかり食らって削り確定。昭和し重ねて、スライディング。画面端で、ガードして。と、しゃがない。入った。ジャンプで近寄って中切り。そのジャンプ中切りで空だけど落として、で怒ってるチャンピオン。さあ、ここはモーズ入らなくて、 DC のちょっとジャンプがうまい使い方をしていく。 D3D とダッシュ投げはダッシュ投げ返され、太鼓千葉玲子が死ぬのか。どうだ、ブレイクスパイラル。よく返したね今ね。見えない相手にブレイクスパイラル。そして昇足屋重ねて、やはり千葉玲子への愛、本当な本物なのか。太鼓お見事、2回戦突破おめでとう。じゃあ次、ななみちゃんとななみナコルルと米田ニコチ、米田くんですね。いやー、千葉麗子頑張る。千葉麗子、ななみちゃんと、米田くん、あ、よしよし、じゃあじゃんけんして、じゃあ今日もカナダから参戦してくれた米田ニコチワンピエ 2B ナナミのナコルル。さあ、ナコルルってどうなんですか、新サムだと。そんな特に秀でてないと思う。なんかゲーメスト的知識で言わせてもらうとそんなに強くない印象ですが、まあ、でも千葉麗子じゃないですか。まあね、千葉麗子ですから。まあでも時代は2014年ですからね。何を見せてくれるのか、ななみ。そしてカナダから来たビッグボンバーズ、米田くんのニコチン飛び飛びで、までまず様子を見て飛び込んでいくの、燃やされて猿食らってからのキャンセル。猿は高に捕まって避けていく。カムイで逃げて、北海道出身者の野塚口が言っていた、クラスに必ずアイヌ人が一人いたと。大概そいつのあだ名はアイヌであると。あいつはひどいやつだと僕はその時感じたのです。まあ大塚吉はろくでもないですからね。そうですね。いじめこと大喜利でめくって、今こそこのアイヌの強さを見せたいところ。足バレでこかしていく。タカに捕まってアイヌ人だってやるときやるんだよと。殴られれば痛いし怒りまするぞ。僕だって人間なんだと。僕だって人間なんだと。エイジですね、それは。本当にナコルルがいたらお前はそんなことが言えるのか、大塚吉。ってなわけで刺していく。さあ、ここはカナディ。
どうすんの、そうや微妙なのにね、しっかりガードして、ダッシュ投げ、ダッシュ投げ、時間がない、残りないのがないところでアンヌ娘、おっとやっちゃった、おいやっちゃった、やっちゃった、アンヌ やんなきゃよかったのに、これはカナディアンマン落ち着いて将棋り重ねて、まず一本選手、アンヌ娘ガードした後思ったよりも結構ゼロギリギリまで体力減るんだね。さあここは円符だかライフだか忘れちゃいましたけど、飛び道具を重ねていく、そっちがライフだ、消えて、あと食らう、式神を、式神使い、ニコチ、チュリ重ねて、バックジャンプで様子を見る、さあ、ナコルル、どうする、距離を詰めたい、タカに捕まって、一旦降りて、ぬいぐるみ、一瞬ぬいぐるみからの前ダッシュで、アンヌムツベ、捕まって、アンヌムツベ、テクニカルなプレーを見せていく、ナナミちゃん、さあ、ナナミ、後がないぞ、チュリで壊されて、オートがチョイス使うが、しかし、ガード、しかして、アンヌで近づくか、アンヌで近づいたけど追っ払われる、追っ払われてぬいぐるみ使って遠足的な攻めを見せていくアンヌイジュン、どうする、近づけない、あーっと下段ガードの下、タイガーが刺さってめくり、しっかりガード、あとはないけど、ナナミちゃんどうする、タカに捕まって投げていって、ドガッと勝ったのはカナディオネダ、お見事、タフーインニコチン見事。じゃあ次ですね、7試合目、6ちゃんいます、6ちゃん、6ちゃんとガロボー、ガロボーさんですね、さあガロボー試練の勝負が続いていく、自分の持ち芸ではないこのゲームでどこまでいけるのか、ガロボー、ワンピーガーベホマスさんが来てますね、おいっす、おいっす、おいっす、おっアイドルが来た、アイドル、アイドル来た、おいっす、アイドル、アイドル、マサユキ、マサユキが来ましたね。じゃあワンピーガロボー、そして 2B、ロク君のハオマル、どっちが強いのか見せてくれ。さあガロボーはもう試練の勝負が続いていく、持ち芸ではないこのタイトルでどこまでガロボーが立ち回れるのか、ダッシュ投げ、ロクがそんなつけ焼き場でシャルロット使ったからって勝てるかよと投げていく、画面端背負ってるガルボ、ここはガイルでいくのかバッタでいくのか迷うところですね。おっと中切り刺さってとシャガーダイで追っ払ってキャンセル、トライスラッシュ、トライスラッシュ、安定の強い飛び道具、ジャンプしたところ落ち着いて大キック、落ち冷静に、いやー6のハオマル強い、しかしタイプ的に勝っているのはおっとダッシュ投げでガルボ逆転されて中切り刺さって中切り返すガルボ、画面背負ってる、おっとシャガーダイギリとこっそり出してましたよと、負けられねえんだよと、ガロボーまず一歩選手、イカロ大将プレイヤー部門第3位、イカロボー審査までだって負けられねえんだよと、チョイス置いといたけどここはさすがに食らわなかった、6落ち着きを取り戻してダッシュ投げ、大切り絡めたのか、ダッシュ投げ仕込みましたね、そうですね、うまいですね、空振りは見逃さないよと、空振り見逃しません、 BC を挟んで様子を見ていく、ロクハオマル一気に詰め寄って、しかし将棋で返していくのガロボ、投げ返した、投げてジャンプ切り、さあバッタに戦闘スタイルを切り替えたか、さあ中切りを続いて返していくのロク、ダッシュ投げ、ダッシュ投げ、うまい攻め、ロク大切りで刺されて中切り、将棋で返していくのガロボ、中間距離、さあ差し合い、おっとアブロ投げてこれでギリギリ体力際どい、際どいところどっちが勝つの、ジャンプ切り投げていく、くぐり投げ、6落ち着いてる、将棋で挟んで中切り、ガロボシャガーダイ入ったよ、入っちゃって大切り投げ返す、6丁目大切り挟んで中切り、また投げて、まさに投げキャラが青梅、6のハオマル大切り一戦入って一歩取り返す、いやよかったね、今飛ぶんだろどうせと、大切り置いていた、6まんまとハマってしまったガロボ、さあどっちも負けられない戦い、11どうすんの、さあ中間距離でじりっとしたこの差し合いが続いていく、一気に投げていったのは6、投げがうまい6、ダッシュから投げ、しかし大切りが置いてあった、トライスラッシュ削り1ドットも重要なんだよと、削っていくのはガロボ、さあ中間距離でしゃがんで逃げたところに、逃げたけどローキック、あとめくり出ない、当たってしまって体を入れ替えて中切り挟んでいくガロボ、レシーザーから打ってちょうど転がってましたよ、転がった、大切り当たった、当たってこっそり置いてある大切り、ダッシュ投げ、さあこの6分の大ダッシュ投げに勝機を見出したいところ、どうする、中切り垂直ジャンプでかわすのはガロボ、あっとめくりしっかりガード、
くぐって投げていくな、6ごちゃごちゃ中切り、しっかりジャンプ攻撃もガードしていく、おっと将棋さんだって一回距離取れて、時間がない、6時間がない、投げて投げて、あと10秒しかねえけど、あ、肉取った、投げた、ガロボーどうする、6逃げモード勝ったのは6のアオマル、お見事。いや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 、新サムらしい戦い、回復アイテムってなんだよって感じだ、ガロボー残念、でも本当に強かった、ありがとうございました。最後の調子も良かったですね。じゃあナルさんのシャルドットと4126の戦場表彰、はい、じゃあナル君と4126でじゃんけんして決めるんだ。さあザンクロー無双剣、大阪からタイトルを引っ張ってきた4126、お前新サムではどうなんだよとお前新サムではどうなんだよとワンピー。そしてナル君のシャルドット 2PA、今日は4126、占領巨城を選択。変な怪しい技は真偽はないのではないかと思われるんですが、4126、巨城を選択。そしてナル君はシャルロット、強キャラと呼ばれているシャルロットを選択。どうなる、中間距離で技を振り合う、静かな立ち回り、様子見ね、様子見、様子見、飛び道具、おっとここは中切りを、中切りを刺していく、ナル、チクッと、お注射の時間ですよと、お注射の時間ですよ、私の宇宙車を喰らいなさいよと、カーベルを放ってくる、タイガージェットシンことシャルロット、危ないぞ、中間距離、さあ4126完封されてる状況、どうやって打破すんの、怒ってる、怒ってるけど減らされてる、近寄って、ダイギリ当てて、ダイギリ当たった、4126いけるのか、武道館まず一本選手、ダイギリ2回で逆転、どんなゲームだ、大切り大切りと、いやー今でも余計なところでしゃがない切り、ね、空振っちゃいましたね、シャルドットが変なところで空振ってしまうと一気に殺されてしまう、要注意新サム、なるほど、お注射の時間ね、両城は怒ってる時間が長いみたいですね、チャンスを生かしてほしい、有効にその怒る時間を、おーパワーグラデーション、中にギャンが入っているシャルドット、しっかりやっていく昇竜拳、あー勝利ですか、これ大切り、大切りドブッと入って、ドブッと入って、さあ4126、お2014年お注射の時間はしかと、お注射をしっかりガードしていく、どうせお注射してくるんでしょと、あーっと刺さっちゃった、インフルエンザ注射、刺さる、逆転、また刺さる、さあナル君これしかやらない、対空で決めて、旋風脚も当たんない、とおっとここは飛び道具当てて、そっからどうすんの、ショーからとお注射で拒否られて、お注射で拒否られて、もう一度お注射、さあ武道館がまた遠のいた、お前の病気は注射してもしても治らないと、治らないと、さあ4126後がないぞ、一本目のような勢い見せられるのか、どうなんだ、怒っているぞ、チャンスじゃねえのか、4126頑張れ、強キャラ知らねえよと、お前は注射しか してこねえんだろうと、刺さって刺さって画面端転がったけど、転がったけど、トライさせてもらっ てこうなると、おっと勝負りゃ、おっとやらかした、チョイスガード、しかも途中から食らう、判定残って途中から食らう、武器ねえけど416、武器がなんだよと、終わったか、グッバイ416、グッバイ416、投げて、まだあんのか、ないだろう、もうあんのか、ないだろう、最後見せるか、飛び道具、武器を拾わない、いらねえよと、昭和地下に注射が溜まって、ナル君が416の心を折った、お見事、4126、伊藤に帰って温泉浸かる、さあやはり伊藤に帰らなければいけないのか、武道館から伊藤は遠いぞ、じゃあ黄昏ズイーガーとクリスティーネ・ゴーダ・ハオマル、はい、じゃあ黄昏君とゴーダ君じゃんけんして席を決めるんだ、さあ珍しいジーガー、黄昏さんがズイーガーのワンピー側にクリスティーネ・ゴーダ、さあゴーダ新サムでも勝っていきたいところ、ジーガー相手にハオマル、どのようにして戦うのか注目の一戦、ブリキ勢だって新サムぐらいできんだよと、ダッシュつけるか、止めていくのは黄昏ジーガー、超下がって、おっとここは燃やされて、燃やされてジャンプ攻撃、大義に刺さって、大義に返していく、大義に返して、第2は大だよ、思ったより減らない、おっと掴まれて、対空で、あんなもん使うとは、
男がしっかりガードして半角の中切り当てていくのはクリシーネ、しかし削られて、あでダウンさせられて飛び込み食らってボディープレス強い昭和者さんで燃やされて死んだか、死んだかクリシーネ、どうなんだ、ジャックパンチ入って黄昏レジがまず一本接種、さあクリシーネ後がないぞ、どうする、落ち着いて大義に使ったら、スラからあミスった、ミスってしまう、筋肉バスター見せてしまいましたね、残念、たそがれボディプレスめくって昭和し挟んで大義に、大義で殴って半分減らして大義に、まだわからない、半尾丸には事故がある、いいしたいところ、ショーで落として昭和し払いジャンプ使って削っていくのは黄昏のジーガー、ジャックパンで落としていく、怒り爆発、クリスティルゴーダー怒ってるところで出してアウト、もう投げた、いいよ、怒っているので若干体力が減っていくのか、オートガードして大キック、大キック、大ギリ、勝利受けか、大ギリだ、しゃがみ台を当てて落ち着いてクリスティルゴーダー一本取り返す、俺だってホームラン打ってんだよ、俺だってホームラン打ってんだ、振り気勢としては負けられない戦い、ジーガー手にローキック、距離を取るがしっかり銃を撃っていくのは黄昏、さあ距離を詰めて画面端背負ってる苦しいね、絶対詰め、半分減ってるぞ、どうすんの、将棋で落として、怒ってるジーガー手にちょっと大切に、おっと将棋今大切に、優しかったね、優しかった、若干優しかった、キックで落とされてチャンスを逃したか、中切りで返していく、大切りはしっかり追っ払っていく、怒りは冷めてる、ショーパンで落としていくのは黄昏、削ってこのヘリ、怒ってるがボディープが入って削られて、時間がねえけどクリスティーネ頑張れ、と削りで残念、しっかり削っていった、自分のプレーをしっかりしていった黄昏レジーが、まずは1回戦突破、お見事、じゃあ次竹谷と鳥くんですね、じゃあ竹谷好きなホースあれ